保冷書ガバヌーア・ライトは南北戦争の時の北軍で公平技師及び将軍である。終戦後多くの土木工事に関わり、ブルックリン橋やワシントン記念塔を完成させ、アメリカ陸軍公平司令部では技師長を務めた。ライトはコネチカット州クリントンでエドワードとナンシー・ライト夫妻の息子として生まれた。14歳の時にバーモント州のアルデン・パートリッチ士官学校に 入学した。1837年に陸軍士官学校に入り、1841年にそこを52人の同期士官候補生のうち2番目の成績で卒業し、公平日誌に任官された。その後の数年間ウェストポイントで土木工学とフランス語を教えた。1846年にフロリダ州に派遣され、 戦闘オーガスティン・コート・キーウェストの防御工事に関わり10年間を過ごした。1855年、大尉に昇進し、翌年、技師長ジョセフ・ジー・トットン大佐の副官を務めた。この期間に、官報製造のための鉄製台車や15インチ砲の使用を研究する軍事委員会の委員に指名された。この時の経験をもとに後に、防御用鉄の製造に関する報告書を 共同出版した。南北戦争が始まると、ライトは1861年4月20日に、ゴスポート海軍基地が南軍に利用されることを妨げるために、その撤退と破壊に加わった。この作業中に捕虜になったが、4日後には釈放された。ライトは、首都ワシントン DC 周辺の要塞化を始め、その後サミュエル・ P ・ハインツェールマン少将の 北東バージニア軍管区第3師団に配属された。1861年7月1日の第一次ブルランの戦いでは、第3師団の技士長を務め、8月には少佐に昇進した。翌月には士官兵の巡将に昇進し、11月のトマス・ダブシャーマン少将によるポートロイヤル遠征にはその技士長に任命された。 1862年2月から6月まで、ジャクソンビル、戦闘オーガスティンその他フロリダ海岸の軍事目標に対する作戦で功績を挙げ、8月には志願兵の少将に指名されて、オハイオ軍管区指揮官となり、1863年3月には新しく作られたオハイオ軍指揮官となった。1862年に南軍ブラックストンブラック将軍が、 ケンタッキー州に侵攻した時は、その撃退のために重要な兵団を担った。ライトの少々昇進は、アメリカ合衆国上院で確認されることなく、1863年3月には取り消された。順庄としてのライトは、軍指揮官として的確とは考えられず、アンブローズ・バーンサイドが派遣されて、指揮を交代した。バーンサイドの下についたライトは、 短期管理試験タッキー地区軍指揮官として止まった。後で東部に戻った。テントの前のライト将軍1863年5月、ライトはジョン・セジウィック少将が指揮するポトマック軍第6、軍団の第一師団指揮を任された。この師団指揮官として、最初の戦闘が7月のゲティスバーグの戦いだったが、その師団が属する軍団は、予備隊とされた。 その軍団は11月のマインラン方面作戦、1864年5月5日から6日のアラノの戦いに参戦した。5月9日のスポットシルバニアコートハウスの戦いで、セジウィック将軍が戦死した後、ライトが第6軍団の指揮を取り、志願兵の少将に昇進し、1864年5月12日には正規軍の名誉大佐となった。 ライトの軍団は1864年6月3日から12日のコールドハーバーの戦いに参戦した。1864年のバレー方面作戦ではワシントン DC に派遣され、第6、第8及び第19軍団からなるワシントン緊急防衛軍を指揮して、南軍ジュバルアーリー中将の7月11日と12日の首都襲撃に対して防衛した。 スティーブンストリデの戦いの時に敵の砲火にさらされている強壁にエイブラハムリンカーン大統領を招いて悪評を受けた。ライトは8月6日から10月16日にかけて行われたフィリップ・シェリダン少将のバレー方面作戦では再び第六軍団を指揮した。10月19日のシーダークリークの戦いではシェリダン将軍が到着するまで全軍を指揮した。 ピーターズバーグ包囲戦では、1865年4月2日に、第6軍団が、南軍の防衛戦を破る、最初の部隊になった。その後、シェリダンの指揮のもとに動き、4月6日の、セーラーズクリークの戦いで南軍を破り、リチャード・イーウェル中将を含み多くの南軍病を、捕虜にした。ピーターズバーグでの先行に対して、正規軍の少将に名誉昇進した。 万年のライト将軍、レコンストラクション時代、ライトは1865年7月から1866年8月までテキサス軍を指揮した。11月には公兵の中佐となり、1866年9月に志願兵従軍を離れた。ライトはブルックリン橋やワシントン記念塔の完成を含み多くの土木工事プロジェクトに関わった。 1879年3月に大佐に昇進し、1879年6月には、准将としてアメリカ陸軍公兵司令部の議士長に指名された。1884年3月6日にその階級で退役し、1899年のその島でワシントン DC に住んだ。ライトはアーリントン国立墓地の第六軍団子三兵によって建てられたオベリスクの、 下に埋葬されており、自分が完成させたワシントン記念塔に向き合っている。ケンタッキー州、フォートライト氏はライトにちなんで名付けられた。ここにある鳥では、ドモリ構造であり、ライトがオハイオ軍艦区を指揮している時の1862年夏に、南軍のケンタッキー侵攻に対して計画されたものだった。この鳥では1863年に観光した。ニューヨーク州、 フィッシャーズ島生誕の HG ライトトリデモライトにちなんで名付けられた。ありがとうございます。